こんにちは、ぷくです。私のプロフィールが気になるようでしたら動画を止めて見てってください。はい、今回はターゲットでお買い物をしてみた後編になります。前編が気になる方は同じサムネイルのナンバーワンっていうのを探してぜひご覧ください。今写っている写真は前編の写真です。お気に入りの雑貨を見たり子供服を見たりしています。さて、そろそろ後半を始めていきたいと思います。キッチンウェア、キッチン用品ですね。ここも楽しいんですよ。この真ん中の棚にはいつも季節の商品が置いてあります。今回はそう、かぼちゃ、パンプキン、ソルト&ペッパー、他にも戻ってきて、これオーブンで使えるお皿ですね。僕すごい気になって裏とか見ちゃったりとかして、右手とか左手とかで持って何か確認しちゃってますね。はい、もうクリスマスのもちろん売ってます。マグカップもまあいろいろありますね。他にもお皿、結構シンプルで可愛いのがあるんですけど、さっき言ったコーナーの方が私は大好きです。あとこの辺はキッチン用のツールですね。日本でも見かけるようなメーカーのものもありますし、この辺はターゲット限定で多分作ってるものになりますね。はい、では次に行きます。ほら、入り口があんなに小さいです。結構もう歩いてきたんですよね。でもまだまだ続くんですよ、このお店は。この辺はバス用品、シャワーカーテンとか、うん、この辺もそうですね。この辺ずっとで、ベッドのシーツとか枕とか、反対側は本も売ってます。あと DVD、 この隣はゲームですね。ちなみに任天堂スイッチは売り切れでした。この辺りは家電が続いています。で、またこっち側は今度は子供用のベッドのシーツとか、あとなんだろう、こんな毛布がついたぬいぐるみとか、結構色も可愛いし、これで揃えたらとっても素敵なお部屋ができるんじゃないかなと思って。アメリカに住んでる子供って、うちの子は一緒に寝てたんですけど、もうちっちゃいうちから一人でベッドで自分の部屋で寝るような習慣があったりするんで、お部屋もすごい可愛く飾ってるんでしょうね。はい、でこの辺からもうおもちゃコーナーが始まります。すごいお人形だらけです。こんなもうめっちゃアメリカンな、ね、そう、ベイビーとかのおもちゃもすごい多いんですよね。こういう赤ちゃんのおもちゃ昔からありますね。ここはディズニープリンセスのお人形とか衣装とか、あとこっちはバービー、バービー、バービー、バービーです。ずっとバービー。反対側は日本で人気だった、まだ人気なのかな、まこの辺もう種類もいっぱい増えて、うちの子供も好きだったんですけど、もう卒業してしまいました。男の子のおもちゃもいっぱい売ってます。なんかこうガンで打ってみたりとか、あとは人気のキャラクターのとか車とか、
そしてこっちは皆さんご存知レゴですね。見てください、こんなに大きなレゴが飾ってあって、この辺一帯全部レゴのブロックが置いてあります。そして迎えに来ると、一番このターゲットのお店の一番奥の角のところはいつもイベント会場みたいになってんですけど、今はハロウィン、もうあと10日ぐらいでハロウィンなんで品薄かなとは思うんですけど、まあでも結構残ってる方ですよね今回。いつももうこの時期になると衣装とかもぐちゃぐちゃになってたりとかするんですけど、比較的綺麗な状態ですね。はい、ここが食品コーナーです。まあ今んとこ左側は飲み物ですね、コーヒーとか、お水とかソーダとかで、右側はベビー用品です。ターゲットのベビー用品もめちゃくちゃ可愛いです。ターゲットブランドで出してるんですけど、シンプルですごい可愛いです。特にベビー服はめちゃくちゃ可愛いです。この辺はターゲットブランドのベビー服なんですけど、特にキャラクターを使ったわけではないんですけど、独自のイラストでシンプルで可愛いんですよ。小さなお子さんがいる方にはもう本当におすすめのコーナーですね。はい、今回の目的はこれを買いに来ました。ガラス拭きですね。こっちの右側のウィンデックスはアメリカでもかなり有名な洗剤なんですけど、ちょっとその隣にあるもうちょっと可愛いのに入ったこちらの洗剤を買って帰ろうかなと思います。ラベルを見るとこのちょっと体に良さそうだし、はい、こちらはシリアルの棚ですね。シリアル、コーンフレークですね。はい、あの牛乳に入れて食べるやつ。はい、いっぱい種類あります。ここもケロッグ、この下の輪っかで超カラフルなやつ、めっちゃアメリカンですね。下の子がたまに食べたりはします。反対側にはパンケーキミックスですね。ここの棚は全部、上はシロップ、こっちもなんか朝食食べたらいいような感じのものと、これがハーブティー。この辺のハーブティーが結構人気で、私のおすすめこれですね、カモミール。私カフェインがちょっと苦手なんで、この辺の紅茶もおすすめです。あ、でもこの缶のやつかわいい、かわいいで買うのは危険なんですけど。この辺は製菓コーナーですね。自分でケーキを作ったりとかするものだと思います。私はこの辺のものを使ってケーキは焼かないんで、もう一から卵とか小麦粉を混ぜて作ってるんで、ちょっと使ったことがないんですが、あ、でもこのカップケーキ型を買おうかちょっと迷ってました。さて次に行きたいと思います。あともう一つ買わなきゃいけないものがあるんで、そちらに向かっていきたいと思います。前に見えるのは洗濯石鹸、洗剤ですね。そう、この辺、ラップとかジップロックの棚が続いてるんですけど、僕のお目当てはこっち、はい、ちょっと奥から撮ってますけど、サンドイッチを入れる袋、真ん中の娘だけお弁当なんで、最近これをよく使ってるんで買って帰ります。この辺りは文具用品です。ターゲットはそんなに文具用品は多くはないですね。大きめのホチキスとか、あと子供用のクラフト、またおもちゃと別にこういったものが売ってます。
そしてこの辺りはパーティーグッズ、結構アメリカは誕生日パーティーとかよく行われるんで、このターゲット限定の飾りもすんごい可愛いんです。さてこっち側は3列全部ギフトカードです。このギフトカードも誕生日とか他にもクリスマスとかあと卒業の時とか結構使いますけど、いろんなもう季節ごとのイベントのギフトカードがいっぱい売ってます。前にちょろっと見えてるのは野菜です。ターゲットは野菜も売ってます。さてそろそろレジの方に戻ってきました。右側は婦人服、左側はコスメとか売ってます。まあ、バッグとかも売ってますね。お店を大きく一周してきました。まだまだお店できてない場所もあるんですが、今回のお買い物はそろそろ終わりにしたいと思います。他にも気になることがありましたらぜひコメント欄に書いてください。またこの動画がいいなと思ったらぜひいいねボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではじゃあね、バイバイ。